うまいもんとうまいもんを足したら、うまいものに仕上がるなら、海の幸かっこ塩昆布と、海の幸足したら、海の幸のうまいメニューになりますよね。サキサキおのの、イナフイナフっちゃうぞイナフっちゃうぞキリイナフ。このままむしゃぶりつきたい。そしてこの一つはチタタプイナフ。初チタタプだな。うまくチタタプできるかな。そして私はここに、あれ塩昆布どこあった。そして見つけた海のサーチ、いただき物だ。クリスマスプレゼントで塩昆布もらったんだ。魔法の白い粉だぞ。これ美味しいやつだ。チタタプだ。魔法の粉もチタタプするぞ。ちょっと見た目が悪いな。海のものと海のものを混ぜる今日はテーマだからな。今日は海のものをオンリーで使っていくぞ。塩昆布カムイ。ご飯おちん。私はチーズだ。チーズはまあ海の幸じゃ、海の幸の ゲストだな。ゲストにしとこう。お前は、いやチーズもきっと海の幸。魚も発酵食品、美味しいやつあるからな。発酵食品仲間だからな。チーズはチタタプしない。この季節のチーズめっちゃ冷てえ。うわぁめんどくさい、くっつく。お前もチタタプしてしまえ。融合。チーズは何にでも合う。見た目が汚ねえ。美味しいものと美味しいものは美味しい。これはもう絶対的法則。そしてご飯、熱い。あっでもあったけ、あったけ、あっち天かすだ。よく見なさい、エビ味だ、海の幸だ。たくなまたった美味しい昆布。チタタプした鮭をご飯にドン。いい感じじゃない。見た目が悪くても美味しいものは美味しいんだ。わさびを練り、プスー、わさびがない。わさびの見た目が悪い。ここに醤油をかけるのがベストなんだかな。これが大好きなんだ。これ何にでも合うんだ。だけどこいつ中身がない。やはり海の幸と海の幸を合わせたら最強だった。うまっ。これちょっとごま油足してみっか。やはり醤油がいいな。天かすがチタタプする必要はなかったかもしれない。首疲れるんだろうなこれ。え、わさびあったじゃん。